And now, with a joint struggle with you, Sugi. The last chapter, two from Tales Path. 出雲に入った光秀は、天子家に仕える山中鹿之助と遭遇。共に毛利と戦うも、降伏に追い込まれ、天子家は滅んだ。主家再興を願う鹿之助を、光秀は越前に来るよう勧誘。共に力を磨くべく、朝倉家の客商に推挙した。こうして新たな仲間を加えた朝倉家に、ある日、同盟相手である越後の上杉謙信より共闘の依頼が届く。北の武田との戦に向け、加勢を求める上杉に対し、吉川は光秀らを派遣することを決めた。Now then, what will Kenshin Sports Sector sound like? Yoshikage 様、俺たちに命じたい人とは一体？盟友の Kenshin 殿から共闘の要請をいただきました。あなた方にはそちらに参じてもらいます。Kenshin、上杉Kenshinか。軍神と称されるほどの戦功者と聞く。へえ、そんなにすごいお方なのか。なら一緒に戦うことで強さの秘訣がわかるかもな。ええ、鹿之助の言う通り、彼の強さに触れることは武士として得難い経験となるでしょうね。上杉謙信、どのような御仁であろうか。Oh, you can actually play as him. Okay. 使命を果たす。光秀が刃、当てにしているぞ。Interesting. His new voice is much younger. ケンシン殿、我ら朝倉より馳せさんじました。俺は明智十兵衛光秀と申します。一つと、そなたらの正しきは何だ。正しき、正しきとはすなわち、己が掲げる正義なり。光秀と言ったか。そなたはこれを何と心得る。俺の正義は。すまない、刻限のようだ。そなたの答え、戦の後に聞かせてもらおう。シーシ。オッケー。上杉謙信。その頃、嵐のごとき御仁であったな。テンプエッセス。でも確かに、自分の正義って言葉にしたことないな。雨子を復興するは正義というより信念だしな。な、正義は信念を貫くための規範たるものだろう。ならば、俺の掲げるべき正義とは。Oh, is this the fight? Ore no seigi wa. Kita. There he is. Kouki tōrai.我らが聖堂、今こそ見せん。I thought almost he was gonna take us off his mask.
清き勝利は上杉にこそふさわしい。こたびの戦で我らの正しきを示すのだ、うん、手始めにあたりの敵を払い砦にこもりし虎をおびき出そうではないか。うん、poetic。 俺の正義、なすべき正しきこと、この戦いでつかめるだろうか。こたびの戦は貨幣にて制さねばならぬ。本陣および主たる将は死守せよ。刹那で終わる。上杉で、その誘い乗ってやろう。開門。ほう？ん？武田信玄、そなたはこの上杉謙信が清めてやろう。開門とは武田信玄。心して相対せねば。謙信様自ら前線に。承知したものか。へえ、随分積極的なんだな。俺の力の礎となれ。ここは引こうか、あるまい。虎の僧が竜を傷つけることはあたわず、信玄、そなたの首はこの剣心がいただこう。黙れ、雄弁なしたごと貴様の光栄を切り落とす。なんだ貴様ら、邪魔だては許さぬぞ。まといか、兵糧を運ばれては面倒だ。動き出す前に速やかに切り伏せよ。 Yep, figured it was changing somewhere and that is just something to be discovered. やいばを受けろ。ドーラー、兵糧の運搬は阻めたか。私に任せ。承知した。敵将、切り伏せた。引かせていた。He's not getting off his horse! なんと Get off! Thank you! Seriously, how rude! そこだ。俺は明智十兵衛光秀。一戦を相手捕まつる。いいのか、俺。上杉についたこと、冥府で悔やめ。俺に任せる。迂闊に突出しよって覚悟せよ。刹那で終わる。敵将、切り伏せた。悔しいが、ここまでか。ひずめ、下から聞こえた気がしたけど。おお、かっこつかまつったり。おお、開門。ああ、何やつ。我らの行く手を阻むな。ひずめの音はお前たちだったか。本陣へは近づけさせないぞ。わあ、just spoiling everything. I'm just spoiling.牙を抜くことに成功した。これで風は上杉に吹く。承知であろう。おいか、諸殿も出ろ。両翼から上杉の本陣を叩け。俺は一度引く。たまかったな、信玄よ。誘引したつもりがその実まんまと誘われていたとはな。今だ、本陣を奪うぞ。南北より攻撃を行う。上杉の本陣へ進軍せよ。なるほど。さて、本陣を落とされるわけにはいかぬ。至急攻撃を先導する武将を払うのだ。自らをおとりに謙信殿を本陣から遠ざけるか。あの信長殿に勝るとも劣らない大胆さだ。ライバーを受けろ。俺の力の礎となれ。叶う相手ではなかったか。なんと見事な。
砕けよ。トー Now he's using move.なるものめ申し訳ありません親方様 And he's dead 武田の攻めて一向に緩まぬ俺に任せいかように打開するべきか刹那手を見せてやる見せてやるMore harder than I am still. Nor the Nizo. What in a coma who is slow to Nakata Samano Soliva, Yurugiva Selum. Itaka Singen, you. Wesigini Yokosima Nakuada Tewa Makari Toran. But are you?奴らに引導を渡せ。承知。皆の者、行くぞ。開門。そこだ。未だ本陣を狙うか。ならば騎馬隊を残らず払うのみ。伊部周辺の騎馬隊はなぜ来ない。まさか。すでにやられたというのか。They were. They were. Quickly for Shikanosuke's. Fuck. You're still sick. Okay. Yokosima nar monome, ekshou! Kiyome te yatta zo! Iji wa miseta wa. Mou yokaro. Any more tricks? Takeda no kibatai ga ikani seikyou de are. Ware ra Uesugi wa sono ue o yoku. Nantoka kibatai wa shirizoketa ga. You really sound so very different.And now the main charge. Yoshi, Mamori ni test するのはここまでよ。これより先は上杉の戦を展開せん。手始めに南北の砦を奪うとしよう。両砦を足。Okay, he goes over there. 戦線を押し上げん。行くぞ皆の者。いざ。横島なる武田に上杉の正しきを示さん大胆にしかし着実に戦線を上げよう本陣へ踏み入るのはその後だ上杉謙信よもや正面突破を図ろうとなればそれがしは守備に徹するのみ敵将清めてやったぞかなう相手ではなかったかそこだおお感服つかまつったり引かせてもらう。死ぬがよい。活目せよ。Well then, that was a great strike.清めてやったぞ叶う相手ではなかったか何やったか我に続け上杉を蹴散らすのだ俺に任せろ良いだろうまたも増援か刹那豪子の憂いはここで断ち切らねば刹那で終わるまずは一つ残る砦も制圧を急げハハ両砦とも我ら上杉が制圧した
I'm back here! Hey, don't ignore me! さすがは武田。本陣の守備も盤石か。良いぞ。そうでなくてはつまらぬ。さあ、あと一息を。阻むものを残らず倒し、一気加勢に攻める。I don't know if it's more battle hungry than usual or something else. 切り伏せた。聞かせていただこう。刹那で終わる。Actually, does this character remind or vibe from I forgot the guy, the red guy, the fire guy from Demon Slayer something. Sorry, I cannot remember the name.情けは無用。本陣を潰せ。この戦を終わらせる。再び本陣を狙われたか。道中の敵を捨ておかずに置けば。過ぎたことだ。悔やむならば戦の後にしろ。今なすべきは急ぎ信玄を撃つことのみよ。親方様の号令だ。弓兵よ、yep. 言いかけるのだ。開門。天霊、中央を守っていた将は残らず敗走した模様。本陣を狙う将をあらかじめ配していたか。抜け目ない奴め。災いの一層こそそれがしの責務ゆえ残らずうがち抜きまする。そこだ。我が聖堂を阻めるものか。まず上来刹那で終わる。上来俺はまだ強くなれる。私に任せよ。清きを見潔く散るがよい。脱獄せよ。たとえ本陣に攻め入ろうと決して破れぬだろう。敵将、清めてやったぞ。おお、感服つかまつったり。砕けよ。本陣を守れぬとは申し訳ありませぬ。親方様。開門。と道は開けた。さあ、覚悟せよ武田信玄。貴様にはメイドが似合いよ。地果てろ上杉謙信。よいぞ信玄、その劇場を待っていた。戦いとはこうでなくては。He's the 80 pound 信玄、不浄なる虎は清き竜に征伐されるが定めよう。待ちわびたぞ謙信。ようやくこの手で貴様を潰す時が来た。信玄と謙信と横島なる者め、なんと気迫あふれるありさまか。あの境地およそ超人には至れまい。And that's a special guy. Take
No! この度は引く。だが、その首必ず俺が落とす。我らの聖堂が見事武田を打ち砕いた。そなたらの働きに感謝する。身に余るお言葉。俺もこの戦で大切なことを学べました。Very interesting. Very interesting. 来たな。戦前に問うたそなたの正しき。申してみよう、光秀。はい。俺の正しき。それは、守るべき者のため、己が力を振るうことです。大切なものを守れるよう強くなることが俺の信念ならば、その強さを大切なものに捧げることが正義と心得ました。うん。ならば貫け。己が正しき、決して見失うな。人は皆己が正しきにすがらねば生きられぬさが。光秀、次は戦場にて正しきを貫く様を示すのだ。うん、はい、ありがとうございます、剣心殿。剣心殿の大胆さ、まるであの人を思わせるような。信長殿、あなたは今何を。うんうん、can't deny that both are a little too similar. Rather they're very different, but oh well. Mm-hmm. Cool. Okay, interesting. Yeah, 強かったな、剣心様は。あ、軍神の名にたがわぬ活躍ぶりだった。剣心様が言ってた正しきってなんだろうな。正しき、それはおそらく、ん？まばゆいな。なあ光秀、俺たち絶対強くなろうな。強くなって、それで大切なもの全部この手で守るんだ。うん、きっとそれが俺の、俺たちの正しきだろ。共に理想を叶えるために強くなろう、鹿之助。約束だ。あら。Oh, then.